えっと今、マハデブの論文を読む上で必要な準備をいくつかあらかじめ見ておこうと思っています。で、前回は、あの、ラーニング・ウェザー・エラーズっていうか、そのポスト・カウンタムの、あの、暗号化の,あの手法をちょっと見てみたまあ,あ、基本的には、あの、古典コンピューターでもちゃんと実装できるアルゴリズムだってことを、 理解してもらいたかったんですけれども、今回はちょっとまたあの話は飛ぶんですこれも実はあの慣れてる人にはあの簡単かもしれないですが、最初、これなかなか分かりにくいんですよね。量子コンピューター上の回路と古典コンピューターの回路って考え方ってか作り方が違うんですよ。で、まあ、でももどんな関数でも あの量子コンピューターでその計算をする回路を考えることができるんですけれどもその話をしようと思いますで基本的にはあの量子回路が一般的な形どんな関数 fx でもこの量子コンピューターで計算できるそういう形があるんですけれどもその形を見ていこうと思います最初にあの古典的なコンピューターを考えます でまあ、普通のコンピューターですね。でこれが例えば入力が N ビットで出力が M ビットだとします。でまあ、これは一般にあの M と M はあの入力の数と出力の数は独立ですね。で例えばその古典コンピューターのゲートで XOR といゲートがありますね。これは入力が2個あるのに出力は1個ですね。 で量子回路って実はそれじゃまずいんですなぜならばあの量子回路ってのは,はあの,の,はあのユニタリ製ってやつを持ちますでまああのまあそうはい でも関数を計算する量子ネガアルゴリズムでも入力のキュービット数を n として出力のキュービット数を m だとするとまあこれは量子だろうが古典だろうが関係なしにこの m と n は独立です。ただだしユニタリーだから で先と同じようなあの回路でできるかというとそうはならないんです、まあ、そこにだからそのユニターリセットが絡んでくるんですけれども、量子ゲートというのはユニター変換を行うゲートなんですが、量子ゲートから構成される量子回路もそれ自体全体がユニタリセを持たなきゃいけないです。 ですから、量子回路を全体に対応するようにたり行列は非常に巨大なものになりますとても書くことはできないですね、行列では表現できない、まあ、あのあ手に負えないということです。まあ、例えばあの、キュービット2つ、量子ビット2つの入力を受け取って、2つのキュービットを出力する量子ゲート、まあ、これはあの C ノットがそうですね。 これは4次元のベクトルを受け取って4次元のベクトルに変換するだから 4×4 の行列で表現されますだからこれはだから要素が16個あるってことですねで一般に n q ビットの入力を受け取ってあの n q ビットの出力する用紙回ルは2の N 乗 ×2 の N 乗 n q ビットの入力 であのそういうイニタリー行列で表現されることになります。でこれは N が今あの N が2の場合でもあのとても大きな行列になるって話を、まあ、まあそれぐらいは 4×4 ぐらいはあの手でも終えますね。だけどこの N が50とか400とかになったら全然あのその組み合わせっていうのは。 あのとんでもない数になっていくわけです。で、量子回路全体、まああの、量子回路は量子ゲートからできていて、量子ゲート自体は一つ一つがみんな有体性を持つとしてもで、回路全体を表現する有体行列を書き下ろすことはほとんどできません。だけれども あのー、そのユニタリス性から UU だがイコール U だが U イコール I 単行列になるんですね。この性質からあることが分かりますで帰る U、まあ、行列という帰る、あのーまあ、同じ U で表しましょうでこれは入力と出力を入れ替えてもで U に対してある入力 A の結果を あの B ケットとします。でそれはですねあの U の出力側から B を与えてもあの今度はあの A ケットが出てくるでそれをあの量子回路の可逆性リバースビリティというふうに言います、まあ、これ今の例で言うとそうですね U という回路があって左から入力があのケット A が与えられるとまあ A 出力がケットビーになったとしましまょうでこの時にこの回路を後ろから下の図を見てほしいんですが入あの KetB を入力に与えてこれはあれですねあの言うと同じものだけど向きが違うだけど本当はこれ違うものですこれユダガーっていうそういう行列になりますでも回路としては同じですね でそうすると今度はあの A ケットを返すというふうにあの左から入ったで右から出たものを右から入れても左から出てくるというそういう形逆向きにしても計算がちゃんとできるってことですねこういうのをあの回路の可逆性リバースビリティというふうに言います、まあこれはまああの あの有名なとかよく出てくる例ですが左側の回路と右側の回路というのはこれはちょうど鏡に映したような胸像みたいな関係になっているんですけれどもで左の回路で左から右にあの左から入力があって右から出てくくとするとこれは右の回路でいうと後ろの方からということになりますね。これが出て あのま、たに出てくるでもこれはあの回路としてはひっくり返したものですね。でもこれはこの回路は、えー、と入力と出力をひっ取っ換えても実はちゃんと機能するということこういうのレバースビリティというふうに言います。これはあれですねあのエンタングルのよく出てくる左側の方はバイルステートゲートってやつだし右側の方は ベルメジャーゲートってやつでエントラムを使ってあの利用してレポーテーションとかやるときにこの2つの組み合わせでいろんなことが分かりやすくなりますそれはまた別な資料を見ていただければというふうに思いますで古典回路はそういう意味では非可逆ですねでだけどあのまたその問題は任意の関数が引いたりでは表現できないもういろいろ あの難しい問題があるんですよね。まあ、あの2位の関数をユニタリーで表現できないというのは、例えば fx イコール z、fy イコール z という関数があったとします。まあ、これは単車ですけども、全車じゃないですね。これはあの実はマハデフでもこういう関数が出てくるんですけども、こういうのがユニタリーで表現できたとすると、でこれをやると、U、ux ケットっていうのが0になるような x ケットがなきゃいけない。で、これはでも U は E みたいじゃなくなりますね。だから2の関数意みたいでは表現できないんです。じゃあ、どうやってあの汎用、ユニバーサルな量子回路ができるのかっていうのがあの考えなきゃいけないということです。ちょっと古典回路が非完璧だってことは、あのこういう例を見てもわかります。で、ツバ×××なってますけれども、 この丸はかあの可逆なゲートですねで。例えばノットゲートっていうのは、えー、と A が入ってノット A が出てくるわけですけれども反対向きの方からいけばノット A を入れると A が出てくると思っていいわけでこれはあの古典ゲートの中でこいつだけですねあまあこいつは単純なやつではこのノットゲートっていうのは完結。 他のやつはオアにしろ、エンドにしろ、X ワにしても過逆ではありません。まあ一番分かりやすいのは、この、これらのオア、エンド、X ワは入力の数と出力の数は違いますね。これは過逆であるはずがない。だって2つのものを入れて1つが出てくるやつを反対にしたら1つのものから2つを作らなきゃいけないんだけれども。 そんななの、あのー、簡単にでできるわけはないですねまあでも実はあのー、古典回路でも過逆な古典回路ってあってるこれはトフリゲートっていうんだけどもこれを使うと実はエンドモーアーも表現できるんですよねで過逆である過逆でないっていうのは実は過逆でない方が実はエネルギーを使うんですよだから あのコンピューターが電力を食う、あるいはコンピューターが熱を持つというのは、中にいっぱい非可逆なあのゲートがたくさんあるからなんですね。だから、トフリゲートでコンピューターのゲートを全部置き換えれば、とてもあのエネルギー効率の良い、電気をあまり食わないコンピューターができるはずですね。まあでもそんなことは まあの回路全部書き直さなきゃいけない、ね、めんで面倒くさいんですけども原理的にはだからあの古典過逆な古典ゲートっの,その,あのトフリゲートがあの代表的なやつですねノットゲートだけじゃないですねまあだから本当かなと思ったらこのトフリゲートでエンドとかオーワンの回路ただし入力があの3つあったら出問3つで入力が2つあったら出雲3つ。 つという,ような形でゲートあの余計なあのラインを追加しなきゃいけないですけれどもねでまあ古典論理ゲートは基本的には可逆じゃないだけれども論理ゲートはあの量子ゲートは可逆でなければならないという条件があるってことです。でもう一度元の問題に戻りますけれども2の fx を計算してかつユニタリー。 これはだっててこここことですすねれれははうういう形をしてますこれはちょっと見慣れないかもしれないですけれどもただずるいのはこの万能だユニバーサルだっていうけどこの UFU sub F, F っていうやつの具体的な実装を与えてるわけじゃないんですねこのユニバーサルカンタムサーキットの形を与えてるんですでまあ中身の実装はブラックボックスでも構わない でも、これで、あの、とても大事なことがわかります。えっ、ー、と、ちょっとこの形、左側から、まあ X が、X ケットこれが入力だと思えば、n ービットのに、あの、入力、X ケットがあって、で、下に0ケットと M 並んでます。これはあれですね、右側、まああの、上の方の X ケット、X ケットそのままですが、F、 fx ケットここがだからあれですね。fx を計算しているところ。で、これ、なんでその余分なゼロケットがあるかっていうと、で、これはアンキラっていうんですけど、補助ビットですね。なぜならば、入力側のラインの数と出力側のラインの数を合わせなきゃいけない。で、まあ、その、あの入力の x ケットは n 個だとします。 でも出力のあの FX の方があの m ービットだとするとでこういう形に並べてみれば入力の方に余分な選択補助ビットが必要になります。それは N と M を足してでそれが入力の数、ラインの数です。同様にあの右側の出力側も N と M になるようにするというのが必要になるから ですね、でこの補助ピット、アンキラがあるというのがあのこの量子回路の一つの特徴かもしれませんで。入力から見れば、このアンキラはなくても良さそうに見えますで。出力から見ると、その上の方は X が素通りしているだけのようにも見えます。で基本的には、その X ケットが左上の X ケットの入力が右下の f x ケットになるってこう斜めに落ちてくるというのはこれもまた面白い形なんですねで上の方をデータレジスターこれはまあデータって言われるのは入力データの x ケットそのまま保持しているようにも見えますで、まあ、下の,あの左側の0はアンキラっていうのは先ほど言いました右側の方の答えが変えるこれもアンキラ含めてターゲットレジスターと呼んだりします でもこうしたデータレジスター N 個のキュービットからなるデータレジスターこれは基本的には出口とグ口で値は変わっていませんでもう一つはあの出力の FX の,あのキュービット数に等しいあの M 個のラインを持つターゲットレジスターこの数があのアンキラの数にあの当たるわけですねでこれがだから あのユニバーサルな汎用的などんなあの関数 F の計算もできるあのユニバーサル簡単サーキットってやつなんですけれども本当かいなと思うからちょっと具体的なあれで計算してみましょうでこれは単純に入力側は X0 ケットだけですで下の Y はこれアンキラで補助ビットですで 右側を見て、これはデータリースは0ケット、0ケット、そのまま出てます。ただし、右下のところに F0 ケット。これはゼロあの、F の0ケットの値を計算したものですね。ただこれ、回路全体で見ると、左側は0ケットが2つ。これはだから0ケット、0ケットの点差積ですね。右側は0ケットと F0 ケットの点差積 これが入力から出力の変換を表していることになります。で同じような形でこの入力の,あの0ケット、1ケットに変えてみましょう。基本的には同じですね。データレジスタは1ケット、右から左に1ケット、1ケットを保持するんですが、右下のところにその F の1ケットの値が入ります。これはまああれですね。想定としては、F、は、F ワンキュービットの値を持つってことですね。で、ワンキュービットに対応したアンキラが左側に。まあ、いつ最初はいつもゼロなんですね。だから、あの回路全体で見ると、入力の側は一ケット、テンサーゼロケットを入力として。出力の側は一ケット、テンサーエフ一ケットを出力するとす。で。 こういうい形で今見たのはあの入力が1キュービットで0ケットの場合でも1ケットの場合でもで、まあ、0と1に1ケットと0ケットの値が分かればあとは係数かけても足していってもユニタリーっていうか線形ですからあの組み合わせの計算はあのかなり自由にできるってことをちょっとまた見ていきましょう。 でこれは入力1ビットなんですがあの先ほど見た0ケット1ケットっていう、あのーあのー、1個しかないやつと比べてこれ19ビットだけど0ケットプラス1ケットというあの入力があったとしましょうでそうするとまあこれは入力の側の,あの回路全体で見ると あの入力の側は0ケットプラス1ケット、点差0ケット、まああのー、標準化の関税ちょっと省略して読むことにしましょう。で、そうするとですね、右側何が出てくるかっていうと、0ケット F0 ケットプラス1ケット F1 ケットというのが出てくるんですよ。で、なんでこの0ケット F0 プラス1ケット F1 ケットが出てくるか。 でこれはあの実はこの回路全体がユニタリーで、まあ、線形であるってことをと深く関係していますで線形っていうのは、まあ、M が塩酸子だとすると M に AA ケットプラス BB ケットを M に採用させるとそれはそれぞれについて M を採用させてスカラー分は外に出すだから AMA ケットプラス BM でこれを、あのー、線形性っていうふうに言いますでこの回路全体も、あのー、この線形だということが、あのー、基本的に効いてきますでまあ先ほど、あのー、この万能な量子回路 FFF サブ F に対して0ケットテンーゼ0ケットあの右側の0はあのアンキラですけれどもね これがゼロケット、テンサー f ゼロケットになることを見てきました。2番目の例は、この f サ u u サブ f に対して1ケット、テンサー、ゼロケットを入力として与えると、出力側は1ケット、テンサー、F1 ケットになることを見てきました。で、この2つがあると、実はこういう組み合わせがあった場合に、この入力はこれですね、ゼロケットプラス1ケット。 が入力であった場合、まあ、後ろからアンキラの0がかかってこれはまあ展開すればいいんですこのブルーのところはその中をそのまま展開して0ケ,ケットの成分と1ケットの成分の和の形にしていますね。でそうすればあの実はこれはその U サ u b F というのが線形だからこのグリーンのような形に あの和の形にあの変えることができますでこれはあの先ほどの,あの,0ケあの,あの0ケットと1ケットのこの U サーブ b f の値を計算してますそれを代入するとこういうようになってで最終的には0ケット F0 ケットプラス1ケット F1 ケットという項が出てくるということですね。 でまあ、例として見てきた0ケットを入力した場合1ケットをあの入力した場合の計算がそのままあの生きてあのこういう形になるってことです。で今度はその入力があの2キュービットで出力がこれはまだ1キュービットですねあのターゲットレジスターの,あの線の本数はその F 関数 F が何キュービットで表されるかってことに対応してますので、これは M イコール1ですね。1本でいい。で、こういう風な形で、ね、繰り返しなますけれども、上の方が入力あの、上がデータで、パス左側が入力ですね。で、右下のところにそれを適用した、F を適用した答えが変えるということです。ただし、 えーと入力回路全体の入力出力で見ると入力は00ゼロゼロケットこれはだから関数の引数 x の値ですねそれに0ケットをテンサーしたものこの後ろの0ケットはアンキラーですでこの1本の線が右側の出力のあれで生きてきて出力の側は00ゼロゼロケットは変わりはないんですがそれのテンサーで F 00ケットケット F を適用したもののキュービットがここに出てきて回路全体としてみれば00ケットと F00 ケットのテンサーが出力されるということです。今00で見たんですが今度は0ケットテンサー1ケットが X。 で、ある場合を見ましょうで同じようにこの x はそのままデータリストは素通りして出てくるんですが、えー、と右下のところにこの0、1これちょっと省略してのこれは0ケット、1ケットのテンサー、まあ、テンサーの記号を省略してケットの中に入れてるんですねでだからここは x は0、1ケットだとしてこの右下のところに f x の値が出てくるということですただし 回路全体としてみれば、アンキラーも含めて入力は01ケット、点差0ケットで。それに対して答えの側は01。これはまゼ01ケット、F 括弧えっ、ー、とこれ間違えたゼロ一ですね。ロケット、01ケットが答えとして出てくる。というふうに、 入力。まあ、F に対する入力が2級ビットの場合だと、こういうふうに、まあ、00ケットと01ケットの場合を見てきましたが、こういうふうにあのかけるということです。で、これもうちょっと複雑な X が、例えば0ケットプラス1ケット。で、これが2つあったとしましょう。で、そうするとですね、 まあこれを X とするとあの入力の側は回路全体としては X ケットテンサゼロケットになりますが出力がこういう形になっちゃうんですよねちょっとわかりますかゼロゼロケット F ゼロゼロケットプラスゼロイチケット F ゼロイチケットプラスイチゼロケット F ゼロケットプラスイチケット F ゼロイチケット あの、ヒュージカルの因子、略してますけれども、こういう形になります。なんでかというとですね。まあ、この X は、これ、あの、同じものでしたけれども、これ、何でもいいです。点差、実際にたすきがけで展開してみれば。これはちょうどゼロ、ゼロケット、ゼロ、一ケット、一ゼロケット、一チケットが出たものになります。で、これを X として、これを、あの。 U sub f、ユニバーサル簡単マシンの引数に放り込みますと、これ今みたいな計算で、00ケットプラス01ケットプラス10ケットプラス11ケットで、後ろからテンサーでアンキラの0がかかるという形になります。で、そうしますと、これはあれですね、あのー、これはあの U sub f というのはユニタリーで線形ですので、この赤字のプラスの部分を みんなあの展開して U の外側内側か UF の形 U サブ F の,あの形に分割できます。でそうするとこれはその黒字にありますようにこういう形になる。であのそういう風な形で。 えーと基本的には NQ、まあ、入力が N だとすると n ービットの規定とその規定、まああのー、基本的には0 1、1あるいは00、0, 0、1, 1, 1, 1、10、1、1あるいはその3ービットの間には8個規定があるわけですけどその規定にその規定についての F の値をあのテンサー席でかけたものを足せばいい。 という形になりますで結局まあ今は見てきたのはその f q b は1が1キュービットで表現されるだからアンキラが1本しかないで右側の F のところもあのターゲットレイスターは1本しか線を持たない1つしかキュービットを持たないっていう例だったんですがこれはもう別にあの関数が m キュービット m 個のキュービットで表現されるとしても まあこれはだから F があの0から2の m-1 乗の範囲を与えを取るということなんですけどもこれはそれは古典ビットと同じですね。だからカンタムの世界っていうのは古典ビットと随分違うように見えますけれどもあのまあコンピューターの二進数に慣れてる人は あの意外とここはあのビットの計算は早いと。入力はだから2の n 乗個の入力状態を取る。あの規定があの2の、n 個の規定があるってことは2の n 乗個の状態を取るってことです、出力があの m キュービットだっていうことは2の M 乗個の状態を取るってことですね。でそういう意味では、n 個の x の入力があったら、それをですね、和の,の形にして、 あのこの,あのユニバーサルマシンに放り込む。で、後ろにちょっと見慣れない記号がありますが、これ、アンキラーが M 個あるってことをあの表してるんですね、ゼロで、あのこれがあの、本当はゼロケットテンサー、ゼロケットテンサー、ゼロケットテンサーっていうのが M 個あるんですけれども、まあ、それはこういう形で表すことができます。で、こうなったら、 これは U sub F は線形ですので,で内側のシグマって和を外側にして U sub F の和としてでこういうふうに展開できますでここまで来ればあとはこれはあのー、あれですね X ケット FX ケットが答えになってそれの和になるということですまあそういうふうに n キュービットの,あの入力に対して量子コンピューターのこのユニバーサルサーキットがどういう計算ができるかってことはこれ普通にあのマハゼブの中で出てくるんでただこれちょっと分からないとちょっとピンとこないかもしれないんでまあこういう形であの汎用的などんな fx に対してもまあそのキュービット数をちゃんと 意識すれば、この回路で、実装は別にしてですね。こういう回路で表現できるということがわかります。これはまた後で、マ、まあ、ハーディムの論文の中で、まあ、また説明していこう、というふうに思います。